細川め、やっぱ、裏切ろうとしてたのか、同盟が切れるまで、延長させないとか、弱小勢力のくせに、生意気じゃないか。取引を行いましょう。ありがとうございました。皆の者、ある日続け。皆の力、合わせよう。浅はかなり。みんな、ハッスルしすぎですね。ここは、負けて、兵を減らす目的の場所ですね。これで、次に当たれば倒せますね。手を打ちます。兵が回復すると厄介なので、星名さんに倒してもらいましょう。進め。預け取りました。戦場が有利に当たれる場所を探しつつ進軍していきます。後に続け。6500の集結しかできないのであれば安心ですね。今回は、兵力差で楽に勝てます。こうなることは、分かっている。強行で38日ですね。これで、浮田家2倍返しは、時間の問題まで来ました。北条軍のくるりは、包囲で59日、北条滅亡もあと少しです。だいぶ終盤になってきましたね。そうですね、この辺までくれば、あとは三分の一くらいでしょうかね。立ちはだかるなら、打ち砕くのみ。野戦からの即ピロ美味しいですね。リクエストとか、今回は受け付けないんですか？進みます。いつでも受け付けていますよ。ただ、以前、10番以降になった時に、もう一本同時進行で編集していこうと思っていたのはダメかな。同時進行の編集だと、アップロードするとき、編集するときのファイル保存がめんどくさかったですね。なので、一気に録画、一気に編集でやっていきますよ。報告いたします。先月の収支です。取引を行いましょう。即交渉出ていますね。即交渉しましょう。全面解放40か、失敗でも5日待つだけですし挑戦です。赤子の手をひねるようなものよ。成功はありがたいです。毛利とも、戦争7ヶ月か。毛利と講和して、次の毛利戦に備えておきます。毛利には講和の使者を送ったので、正幸は帰らせておきます。あれ、浮田最後のお城なのに、交渉が出ている。わらわら、交渉で出ていてお得ですよね。一つ言ってもいいでしょうか。浮田さんは、離れ小島に、お城持っていますよ。あ、本当に持っていた。これを倒さなきゃダメですね。正幸返さなければ、すぐにたどり着けたのにね。こういう凡ミス今回多すぎませんか。確かに、今回の井伊家は、変なミス多いですね。下水城に浮田がいないと思っていたミス。浮田攻めしていた正幸を帰らせたミス。これは、真剣にプレイしていなかったとしか思いませんよ。我に続け。プレイヤーはゲームに集中してください。
はい、ゲームに集中します。集中して考えてみた結果、50日もかけて集めるくらいなら、星名さんが向かった方が早いです。小田城は、硬いんですよね。強行で80日とりあえず、やっと倒します。小田に兵が当たってきたか、先着の有利さはありますが微妙なところですね。この志、決して砕きはしない。先着有利の恩恵のみで倒せた感じですが、兵が減りすぎてこれ、小田城落とせないでしょうね。参ります。府中が武将いないので狙います。後に続け。13日かかるのでマラソンにはならないと思いますが、小田城で落とせないよりマシかなと思います。使いの者が来たようです。北条さん、講和はしませんよ。従属するなら飲みます。浮田さんも従属なら飲みますが、講和は受け付けてません。勝ち戦だ。勝ち時を上げる。星名さん、次の仕事が待ってますよ。急いで。武将一人仲間にできたのは嬉しいです。かたじけない。行きます。ちょ、毛利さん、あなたは出てこないでいいですって。毛利さん狙ってるわけじゃないんですから。よし、こっちのルートで行けば大丈夫ですね。出陣する。ノッブー偉い。本願寺を焼き打ちにしたのか、でかした。府中負けちゃいましたね。ま、どうでもいいですね。ガモン寺里さんのいいお話ですね。お、ここに来て、いい直政が、元服しました。いやあ、直政さん、強いですよね。そりゃ、徳川四天王ですから、強くて当たり前ですよ。確かに、四天王は強いですからね。姫武将も来ましたね。守り神持っているので防衛には最適です。守るときにはどうせ出兵中で意味ないという。だ、確かにそうですけど、報告いたします。前よりはあった方がいいスキルですよ。先月の収支です。通常参入3人で合計5人参入してくれました。星名さんも防衛の心得持っているので使えそうな気もしますね。直政が入ってきたということは、直虎もそろそろ寿命でしょう。直政に結婚させておいてあげましょう。信玄の娘、正幸の娘。同じ時期に元服したので、正幸の娘の村松殿にします。史実と違う。史実をねじ曲げるのが信長の野望ですから、しょうがないですね。かたじけなく思います。みんな力を合わせよ。
取引を行いましょう。ありがとうございました。かしこまった。江戸城が交渉で出たので交渉します。くるりは即交渉出ているので即交渉します。全面開放42。ナオトガちゃんまとめてね。参ります。交渉がうまくまとまったので私に向かいます。